問題について、お伺いいたします。はい、堺において現在は選挙で選ばれた民意を得た市長に教育の大きな方針というものを決めていくことができない状態にあります。形骸化した教育委員会というものに対して今打つ手がない状況に陥っております。私たちは教育基本条例というもの、大阪府大阪市ですでに行われております教育改革、これを堺でも進めていきたい。教育委員会と民意で選ばれた市長がしっかりと教育目標を定めて、その目標に向かってまずは駒を進めていくということ、そして子どもたちがやはり自分で生まれた地域を愛し、自分の生まれた国を愛しながら自立した個人として立派に育っていけるように、新しい教育改革というものを基本的な部分としては進めていきたいというふうに思います。そして何よりも道徳教育というものが堺でも重要になってまいります。今まで形式的に行われていた道徳教育もしっかりとこの堺の町で行っていきたいというふうに思います。